少し変わったメールが来ていたので、今日はね、少しマインドセット的な内容のことを話そうかなと考えているということだね。それで、まあ、メールを見てもらったら分かる通り、何ヶ月か前かだったと思うんだけど、そのオカルト界のね、そのビンタロー大先生という人が、まあ、いらっしゃるわけなんだけどね。まあ、動画を確認して、その当時ね、今はもうないみたいなんだけど、当時にその動画を確認してもらったら分かると思うんだけど、まあ私のことをね、誹謗中傷されている内容で、それでコメント欄なんかももう見て、普通の人はね、その見てられないような内容、誹謗中傷のオンパレードのような動画を、そのオカルト界のね、巨匠として君臨しているビンタロー大先生がね、私を切ってくださった動画のことを言っているのかな、このメールは。だね、その動画がね、なんと消された、消したのかな、まあ要するにその文句ばっか、悪口ばっかり言ってる内容だったから、その広告が剥奪されたという、まあ分かりやすく言えばね、剥奪されたということでね、消したとのことらしいね。それでね、もうはっきり先輩方も理解していただきたいと思うわけで、その私がね、どう考えているのか、誹謗中傷に対してどう考えているのかというのをね、まあこの場ではっきり言おうかなということでね。それでまず私はもうかれこれ10年ぐらいものすごい誹謗中傷をされてきているわけで、多分普通の人ならね、2、3回自殺してもいいくらいの量の誹謗中傷をね、されてきているわけなんだけど、私自身はもう正直なことを言えば何とも思わないということだね。もう慣れすぎて、かっこよくないかもわからないけど、慣れすぎて、文句言われすぎて、感覚も麻痺しているということ。しかしね、これだけは、はっきり言っておかないといけないかなということがあってね、自分のテリトリー、その自分の敷地内に入り込まれたら、強制的に排除はしているということ。時としては、法に任せたりしている。ということは、もうはっきり言っておくということ。例えばね、YouTube のコメント欄に変な誹謗中傷というのがあったら消すようにしているということだね。私はもう性格的に、なんていうか、整理整頓。なんかね、綺麗好きということもあってね、落書きされたら嫌なんだよね。性格的に。美的センスっていうのかな。例えばね、その部屋に落書きされたら、もう消したくて仕方がないということ。あ、落書きされてるから、この壁は落書きしてもいいんだ、と思われる可能性もあるから、もうそれだけは消すということ。ね、もうこれを聞いてる方もね、家の壁とかになんか変なこと書かれたら消したくなる。それと同じ心理。自分の車になんか変なこと書かれたら消したくなる。それと同じこと。よってそれだけはしているということだね。もうね、汚いのが嫌だということね。それで、まあ、ビンタロー大先生の動画の件なんだけど、まあ、私も、何ヶ月前に、言ったと思うんだけど、確認して、まあ、なんか、もう、一言で言えば、もう、文句ばっかり言う動画だったんだけど、それでコメント欄もね、もう誹謗中傷の嵐ばっかりだったんだけど、まあ、はっきり言って誰も幸せになる動画ではないということでね、まあ、なんていうのかな、天罰としてね、広告剥奪されたんじゃないかなということだね。それで、まあ、これを聞いてる先輩方というのは、どういった性格の持ち主かわからないんだけど、人の悪口というのは、まあ、はっきり言うけどね、何もいいこと起きないからね。何のいいことも引き寄せないということ。そしてかなりの高確率で相手に伝わってしまうということ。もう非常に高い高確率で相手に必ず伝わるということ。どんなに陰で悪口言っても、
かなり高確率で相手に伝わってしまうということははっきり言っておくということだね。それで伝わってしまった場合どうなるかなんだけど、まあ今度は相手側というのはもちろんそのもちろんのこと、その相手側とつながっている関係者からさまざまな攻撃というのが始まるということだね。わかりますかね。相手側はもちろんのこと、相手とつながっている関係者からさまざまな攻撃というのが始まる可能性が非常に高くなるということ。もちろん経済的マイナスにつながる明らかな妨害活動をされる羽目になる可能性も非常に高くなるということは覚悟しておかなければいけないということだね。まあだから今現在流行っている、ね、未来では伝説的なドラマとして流行っている、あの記憶として残っている半沢直樹ではないんだけど、まあ、やられたらやり返すのような報いというのを必ず受けるということ、まあその当のその本人からではなく他の方々、つながっている方々からも受けることになるし、どこから報復を受けるかはかなり未知数ではあるんだけど、必ず報いというのは受けることになるということははっきり言っておくとする。そしてね、さらに言えば陰で悪口ばっかり、まあまあ陰ではなくてもそのオープンに陰口ばっかり言っている人々というのは自分自身の評価というのを考えなければいけないということ。なんでかって言ったら評価がガタ落ちしてしまうということ、信頼もなくなるということ、これはもうよく考えなくても理解できることではないかなということなんだけど、他人の悪口ばっかり言うものというのは全く信用できないということは、もうこれを聞いてる先輩方も分かると思うんだけど、そこを理解せずに無意識的に悪口ばっかり言っているようでは、なんていうの、相手側、聞かされている側というのは自分も必ず陰口を言われていると考えて信頼しなくなってしまうということにつながるということだね。もうこれはもうこれを聞いてる方の自分の身の回りでもよくそんなことが起きているのではないかなということ、あの人信用できないわみたいな感じのケースが今までに多くあるんじゃないかなということだね。まあだから悪口っていうのはもう本当なんていうの、 100% マイナスでしかない、もうメリットないんだよね、もうデメリットでしかないということはしっかり理解しなければいけないということ。もちろんね、ケースバイケースで、例えばね、その商売のそのブランディング、マーケティングの中に、ね、そのブランディング手法というのがあってね、悪口ではないけど他社の商品を悪く言って自分のところの商品をよく言うみたいなそのマーケティング手法があるわけなんだけど、それとはまた性質が違うからね、他社の製品はここのが悪いけれど自分の商品はそんなことはないみたいな感じで自分の商品をよく言う言い方、手法というのがあるんだけど、それとはまた性質が違うということ。しかもそれは自分自身がしっかりしておかなければ、自分がダメなのに周りに文句言う矛盾が発生してしまうということ、そこをまた指摘されて自分自身に返ってきてしまうということで、結局いいことが何一つないから、もう最初から言わない方がいいということだね。もちろんけど悪口は 100% マイナスでしかないということ、デメリットしか訪れない。ビンタロー大先生、広告剥がされちゃったけど復活するといいね。オカルトイベントも全部中止になっちゃって、経済的に大ダメージみたいで、大事な収入源がほとんど途絶えたみたいなんだけど、それ覚悟でやってらっしゃったんだから、まあ仕方がないことでもあるんじゃないかなと私は考えたということだね。
これを聞いてる先輩方だけは人の悪口ばっかり言うしょうもない人間には絶対にならないでほしいと私は考えている。天罰てきめん、まあ悪事を働くとその報いとしてすぐさま天が罰を下すこと、どうあがこうと神罰は免れない、神は見逃さず必ず罰を当ててしまうということだね。